ホラーナイト ST スタジオうあれホラーナイトでしたっけ。今日はなんとですねデッドバイデイライト、おあの怖いゲームをやっていこうということで、あの殺人鬼のやつですね。で逃げる側しかやんなかったんだけど、おまあ俺ってやっぱサイコパス気質だから、まあ確かにそれはあえて否定しません。そうだから今日はキラーでサイコパス全開でもう打ち殺してやろうかな。怖いな。両方殺人鬼1人対逃げる人4人のゲームなんですけど、はい、まあ、今回全員皆殺しにしてやるためにフレディっていうね追加キャラ新キャラがいるんですけど、そいつのウルトラメメントモリっていう、お普通は3回吊るさないと死なないんですよ1人。おそれは1回吊るされた人をもう1回倒すとその場でバーってもう一撃で殺すことができる。あーもうワンパンなんだね。ワンパンです。もうその場で死ぬっていう、もう吊るさないで死ぬっていう地獄のアイテムを持ってきてるので、もうサイコパスには持ってこいのアイテムやね。そうなんです。それをやってね、ちょっとフレディが単純にちょっと俺を好きで、ああちょっとプレステージ回したいんで、まあ、しょっちゅう使ってるもんね。そうだからちょっとウルメメちょっとなくしちゃおうかなっていう。よし、それじゃあやっていきましょう。やっていこう。さあやっていくぞ。やってまいりました、フレディになりました。出ましたフレディ。やべ、漆黒の黒メガネ。あ、出た漆黒の黒光り黒光りだったわで俺が覚えてんだ。今回シンナーと、容器を持っていきます。どちらともベリーレアで、夢の中に入ってるともう俺のことが見えないっていう。おお超チート。チートだね。あとは夢に落とすときめっちゃ移動速度が速くなるっていう。移動するのが速いよね。そう、だからもっと速くするやつをつけてきた。最強じゃん絶対見殺しできるよこれは。さあウルトラメメントですなんか正義がねこのキャラ使ってる時は大体結構ね倒してるイメージあんだよね。サイコパスでしょ、うん、みんな言ってるもんねおやばいやばいです。もう超うるせえもん、もうめっちゃ笑いながら倒してっからね今日もね皆さんありがとうございます。最近ゲームスタジオも盛り上がってまいりました。ありがとうございます。皆さんのおかげですよ。おかげでございます。イエーイ。もう早くもちょっとサイコパスモード入ってきてるみんなはフォートナイトが大好きなんだよな。フォートナイトと比べちゃうとねやっぱ長く感じちゃうよね。せやね、うん、今日息臭いね。いや今日も臭くないわ。今日めっちゃ臭いよ。臭くねっつーの俺さっき歯磨いたばっかな。いやガチで臭いです。いやいやいや、ちょっと僕それは嘘、マジで嘘。ガチです。ちょっとほんときついっす。マジで言ってる。ガチ絶対嘘じゃん。ガチで言ってる。もうザリガリの匂いするもん。いや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 もう嘘。ガチのガチザリガリの匂いするさあロードが終わりました。さあ来ました、フラクチャードカウシェットゴールドウィンドファー。さあ暗くて見づらいですね行こうぜ。俺のルインちゃんはどこにあるんだ。あ、目の前か。 OK 早速敵を探索していくぞ。このゲームはね本当に視界が悪いまあホラーゲーですからね、うん、見つけるのが難しいから。俺多分これ見えなくなるやつでやられたことないから分かんないけどさ、見えないって意味分かんなくない。あ強すぎない確かにやばくない見えないって、うん、だって追われてんのどっから追われてるか分かんないでしょ。そうだよね。地獄すぎない地獄すぎ全然敵いね発電すらもしてねえ。このキャラが強すぎる。息が臭すぎる。マジで言ってるお、音が鳴ったぞ。ほら、焦って爆発をしてしまったようだパークなんですけど、ノーワンエスケープって言ってワンパンで倒せるやつと、右がファイアアップ発電機がつけばつくほど足が速くなるやつですね。おで、下がルインつって発電しにくくなるやつ。あ、出た。いるな、いるぞいるぞいるぞ。おいた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 。で、左にあるやつが、ダンスコールつってこの回復してるやつの場所が分かる。もう一人出てきてしまったな。めっちゃいるめっちゃいる。落とさせてもらうぞ。よし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 。ワンパンチ。お、当たった。逃げろ逃げまどい。やばいやばい、サイコが出てるサイコパスが出てるわ。貴様から俺のことは見えていないらしいな。殺させてもらおう。ない。あー、空振った。おら、うえ、結構旋回してくる系のやつか、こいつは。悪い顔しおきだ。
で、もうこのメグじゃねえや、モレルちゃんね、一回釣られたんで、次捕まった場合その場で公開処刑する。あ、なるほどね、これがウルトラメメント。リーチだ。さあ、そこで電気を直しているようだな。まだ一個も電気直してないよ。いや、あいつは待てよ、あれルイン壊してねえか、そりゃまずいな。じゃああいつは倒しておきたいな。そりゃ許せないわ。でもこういった夢に落ちてるから遅いんだよな、行動速度が。おお、壊せなかったようだな。ほらよ、あーっと、いや、ワンパンは食らわせた。しかも右に逃げてるから多分すぐ捕まる、こいつは。相手の、ね、逃げる方向をね、読んでいくんですね。お、どこ行った、あいつ。そこかよ、一人救われたね。あいつはもうリーチ、公開リーチになりました。見つけた。最高だわ。こいつストライク持ってる、ストライク。やばいやばい、ストライク対策。くそー、やべやべ、逃げてる。逃がすわけねえから。ちょ、ワンパン見せるよ。どうせここを遠くぐってくるだろう。貴様の心理などお見通しじゃ。最高だな。さあ、この子もリーチですね。一発キルを見たいよ、俺は。メメントの、まあね、焦らず。ただルイン壊されたから、うん、パーティーかもワンチャン。あら、連携取れてる、くさいわ。これは強敵か。さすがにね、ウルメメ使ってくから全員殺害できないとちょっとね、しょうもないかな。うん、さあ、どこにいる、姿を現せ。ええ、一個つけたようだな。どう、ようやく一個か。まだいるか、さすがにいねえか。助けたようだ。もう助かったとしても、あいつを捕まえたらあいつはもうお亡くなりになってしまう。まあね、本当は別にキャンプしてさっさと殺してもいいんだけど、やっぱ俺キャンプあんま好きじゃないから。見つけた。バレてんだよ。なんで、どうしたどうした、宝箱漁ってるぞ。あれあれ、余裕がありますね。諦めたのか。あれあれ、全然逃げない。あれ、舐めてる。あれ、舐めてる。あら、あれ、じゃあ死のうか。はい、おーっと、出た。このシーン出た。うわー、怖い。地獄へ落ちな。怖いし強い。まさにサイコパスや、これは。あと3人になったようだ。見つけたぞ。さあ、夢に落ちろ。あー、もうこいつはもう死んな。はい、そこ渡るよね、分かってるよ。おい、ワンパンめ。いいですね。ここぐるぐるされるとね、結構強ポジなんだよ。裏をかいて、おっぱい、ミスったようだな。裏取ったね。裏取っちゃったぜ。あ、そうだ、見えないからか。ああ、見えてないからもう無理なんか。いや、強すぎだろ。強すぎだろこれは。やば。まあベリーレアだから、まああと2個ぐらいしか持ってないんだけど、それは。ああ、やばいねこれ。強っ。シートでしょこれ。君もリーチだ。あとモレルがリーチだね。これもう逃げる側としてはもう最悪な。間違いない。地獄すぎでしょ。2回捕まったらもうその場で殺されるって。でも結構発電早いよ、頑張ってるよ。あ、本当だ、もうあと2個だ。さあ、逃げ惑い。さあ、どうする。どんどんつけろ。ファイヤーアップにより俺は足が2段階速くなってるぞ。うわ、助けたな、足跡が見えていたぞ。これもう助けが逆にもうね、逆になっちゃうからね、これは。ほら、見えてないんだよな。ほら、見えてないからもう立ち向かってくるの。一周して立ち向かってきちゃってる。ボロータイムで逃げたみたいだけど、もうダメだ君は。はい、さあ、お疲れだ。うわ、やばいな、マジで。やばいね、気持ちいいね。お別れだ。おやすみなさい。グロいけどちょっとかっこいいね。そう、フレディかっこいいのよ。そして夢に落ちている君は、いや、助けてもらってるな、あそこに2枚いるぞ。あと2人かよ。見えてるぞ、見えてるぞ、君がそこにいることは。やばいやばい、出てる。ああああああ
いつもの正義だ。ほら死ねえ。ほんとデッドバイ。なんかバグってる。あれ遅え、なんか足が。何？なんか突っかかる。何やと？スティックがいかれたか。やべえ、ちょくちょくなんか歩くぞ。やべえ。何やと？やべえやべえ、ファイアップだめ、足めっちゃ遅え。よし。だがお前は放置だ。最後の一人になってしまうとハッチから逃げてしまうからな。おー、俺ほどの鬼になれば誰一人として逃しはしない。後の後のことを計算してね。鼻詰まりながらサイコパスが何か言うでもね、モレルね、多分ね、この中だったら一番うまいわ。あ、結構旋回とか使ってくるから。なるほどね。でもそいつさえ倒しちゃえばもうあと余裕。ちょっと足跡見えたな。あいつ一番最初に捕まったんだけど、その後はウルヌメの恐怖に戦いながらうまく逃げてますね。頑張ってらっしゃる。そろそろ回復するか。余裕です。ほら、突っかかる。やばいわこれ。しかもハッチ、ハッチこれね、あれ、あそこから逃げられちゃうんだ。そう、やばいやばい。まあね、もうコントロールうまく効かないっていう縛りプレイでも倒したでしょ。まあね、余裕でそれぐらいでちょうどいいみたいなとこあるよね。そうウルメメプラスベリレアアドオン2つ回復させたようだな。おい、ナースコール発動。見え見えだぜ。バレバレだ、ね、いつまでやってんだよ。おい、スケスケじゃねえの。そう、これだったらもう普通は秒速で追いつけるはずなんだけど、ああ突っかかって止まっちゃうから追いつけないですよ絶対なかなか手厳しい。余計に俺をサイコパスに駆り立ててくれるじゃねえか。縛れば縛るほど興奮するぜ。どうせ倒すよな。そして奥へ逃げるんだろう。手に取るように分かる貴様の心理は。だが手に取るように分かっても足が進まねえ。何なんだこれは。まあこのぐらいのハンデがちょうどいいぜ。いやー、足遅いからさ、刺すと捕まえらんないから、ほらああやって回復されちゃうんだよ。あー、それはきついな。きついわ、手間取るわ。倒せ。やかましい。まあいくら粘ろうが君の人生はもうあと数分だろうな。どこへ行った。そう、何がやばいってフレディこの信用範囲外になるとああやって敵の位置が丸見えになるっていう。それだいぶでかいよね。やばい、足遅すぎてマジ追いつけないんだけどなんで、あ、見つけた。 おい、じゃあ君からやろうか。いや、あいつだな。あいつも逃がすとめんどくせえから、もう一回夢に落としとくか。はい、よいし。またもう一人回復しちゃったよ。まあまあまあ、余裕しかないぜこっちには。さ、君は僕の姿が見えないようだから裏から行かせてもらうか。もう電気をつける余裕なんかないし。ないねタンバさんよく分かってる。おい、こんにちは。はい、見えないもんな俺の姿は。さあ見つけたぞ。絶望的だな。さあその発電機をミスらないとあの子は夢から覚めないと。その間に俺が追いついてしまうぜ。あー、逃げてるね。逃げてる。でも俺のこと分かんないから目の前に来ちゃうんだよね。あれ、急げこの慌てふためく姿がたまらなく気持ちいいね。おっそ、足やべえ、バグりすぎ。やばい、やばい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 、進まね。倒せ倒せ。どこへ行くんだ。そこにいるのか。こんにちは。こんにちは。おい、こいつうまいな。うまいね。うまいね。だがもう終わりだ。どこまで来てた。あ、終わった。あれ、動かないで動かないで、ちょっと殺害したいから。これはもう、はい、じゃあみんながね、見やすいところに移動して殺害しましょうね。サイコパスはこうやってね、綺麗に殺害する。ほら、みんなに見せてやれよ。 お前の死をよ。殺害しよう。お前はよく頑張ったぞ。はい、もう絶望です。さあ、もう一人はこの辺だったな。いや、少年君は、あ、乗る。こいつ一回も釣ってねえから殺害できねえよ。あ、じゃあ君はシンプルに死んでもらおうか。まあ、最後はね、シンプルに倒してあげましょう。そうですね。まあ無事に一人も生き残らすことなく
完全に全員殺害してやりました。はい、はい、おやすみと。完全勝利やな。あー気持ちいい。これはちょっと強すぎるね。強すぎるな。これはちょっと強すぎるわ。もうなんか途中の足遅いっていうバグ起きたけど全然余裕でしたね。余裕だったね。残り2からあいつら1個も動いてないから。はいはい、冷酷な殺人。もうまさにその通りや。冷酷ですわ。ということでこのポイント見てください。お、もう90万近くと900っていう、うわ、もうほぼ全部カンストしつつある。これでフレディをプレステージ回してバーベキューチリをゲットしてもっと無双したと思います。おいかがだったでしょうか。いやもう圧倒的強さがねやばいね。そう、この心霊の家でホラーゲームをやる、これまた一興ですわ。なんやそれ。ということでこれからもゲームチャンネル盛り上げていきましょう。盛り上げていきましょう。それでは皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。せーの、バイバイビー。